助けてー、ワンページマン、僕の頭を食べ。それアンパンマンですね。はいはい。これね、僕めっちゃ面白いの見つけて。知ってます？ワンページマン。はい、今なるみさんが見てるのは、と一緒に見てるのはツイッターアカウントですか？はい、うん。で、これは何かと、ワンページマンってアカウントあんだ。そう、なんすかこれ。これね、うん、めちゃくちゃ面白くて、うん、あのですね、いろんな人が、うん、こうリプライのところとかかな、うん、か、あのワンページマンへのリプライで探してもらうとめちゃくちゃ面白いんですけど、はい、いろんな人が、うん、助けてワンページマンって言って、うん、リンクを送るんですよ。ほうほう。で、ワンページマンとは、うん、ページ分割で、うん、むちゃくちゃになったサイトを1個にして返してくれるんですよ、うん、え、どういうこと？ページ分割って例えばいろんなニュースサイトとかの記事とかがもう次へ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 で5個6個いくじゃないですか、うん、あれうざいじゃないですか、うん、うざいですね。ああいうののもうやばいのを、うん、もうやだって思ったら、うん、ツイッターのリプライで、うん、助けてワンページマンって言うと、うん、ページ1個にして送ってくれるんですよ。へえ。すごいねそれ。すごくないですか？なんかあのハッシュワンページマンで、うん、検索してみてください。はいはい。じゃあ僕がなんかなんですかね、東洋経済の8ページぐらいある記事の URL を、はい、助けてワンページマンつってポンとツイートすると、 そう、それ全部画像としてくっつけた、かっつけて送ってくれるの？そう、画像だったのかなんかね、なんかいろいろ助けてくれるんですよ。どういう形式で送ってくるのそれ？僕もね、詳しいとこそこまで見えてないんですけど、この発想めっちゃ面白くないですか？発想というか、まあ面白いね。見やすくなってるわ。本当だ。で、すべて手作業でやってますって書いてあるんですよ。何のためにやってんのこの人は？全然わかんないです。はあ。この人、作業量大変だよね、これね。そう。うん。手作業でやってるらしいですよ。何のために？世の中の変なウェブサイトを消すために。はあ。あのこの人のプロフィールには、はい、次のページで細かく分割し、はい、ユーザーストレスだけを与える記事を1ページにまとめます、将来はそのようなコンテンツの撲滅を目指します。へえ。正義の味方ですね。正義の味方、うん、そう、もうページ分割とかね意味ないので。でメモちゃんっていうすごいね面白い人がいるんですけど、うん、ハッシュワンページマンで検索すると一番最初に出てくるのがメモちゃんの、メモちゃんっていう方いるんですか、のツイートで、うん、ワンページ面ワロタっつって、深津さんが好きそうって言って。深津さんっていうのはピースオブケークの深津さんが好きそうと、うん、好きそうですね。中の人深津さんなんじゃないですか？これめっちゃ面白いですよね、うん、これはあ、面白いですね。このリプライ見ると助けてワンページマンってたまにね。でも助けてワンページマンって送る前にさ、次のページ見に行った方が早くね。いやいや、もういい。それが2個、うん、3個ぐらいだったらまだいいんですけど、うん、このね3ページ目からもう嫌じゃないですか。まあね、うん、これ人気なんですか今このワンページマンさんは。いや全く今総ツイート多分20ぐらいしかないです。すごいいい活動してるけど、フォロワー数もなんか微妙な8000人っていう ね、 微妙っすね。まだブレイクしてない感じなんですか、うん、ユーザーにストレスだけを与える記事を1ページにまとめます。なんと次回ゲスト、このワンページマンの中の人が。来ないでしょう。まあ、来ないですけど、うん、何のためにやってるか気になりますね。気になる、うん、DM で送ってみて取材してみてくださいよ。あ、じゃあ取材してみますよ、うん、あの帰ってくるといいですね、うん、あでもあのDM お待ちしてますって書いてあるよ。確かに賛同いただける方の情報提供を、うん、DM やリプライでお待ちしてますって書いてあるんで。そうっすね。面白い人がいるね。うん、うん、あのアボガドってツイートするとアボカドですって直してくる警察員の知ってます？何それ。アボガドをアボカドにするマンがいるんですよ。へえ。アボガドじゃなくてアボカドですっていう人がいるんですか、うん。あと最近どっか話題になったけど、はい、AV に出てくる、はい、AV とかに出てくるキッチンのシーンで、はいはい、ガスコンロの型番調べて、はい、なんていう機種か当てる漫画いるらしいですね。本当世の中広いなと思いましたよ、うんうん、へえ。
なので、よく、なんすかね、ネットでニュースとか見て、うん、ページ分割が本当嫌だなと思ったら、うん、その URL をワンページマンに向けてツイートすると。うん、皆さんカタカナでハッシュワンページマンで投稿してみてください。何で知ったのこれ。いやー、この一つにまとめたいなって思うよね、思ってたら、ある日いきなり、うん、タタタタン、俺がワンページマンだって。そんなノリじゃないよ、この人。そうですよね、うん。すいません、今、時間かけて頑張ってますみたいな。そう。はあ、すげえな。そうなんです。これもう絶対フォローした方がいいですね、うん。うん。これ2020年 JK の間で流行るんじゃないですか。一部門の中で。そっ